おはようございます。おはようございます。店長。はい。昨日は配達すみませんでした。え？ああ、いえいえ、そのことはもう。あの、本当にすみませんでした。できれば俺からもちゃんとお客さんに謝りたいんですけど。そのことなんですけどね、昨日の荷物、事前支払いが済んでしまっていたので、とにかく返金か再配達か伺いたくて、あの後も連絡を取ろうといろいろやってみたんです。コントロールセンターにも問い合わせてみたんですが、全くダメで。ダメ？はい、さっぱり連絡が取れないんです。届け先と依頼主が同じだったので、住所を調べてみたんですが、住んでいるのは違う名前の人で、品物についても全く覚えがないと言われてしまって。それってつまりいたずらってことですか？その可能性が高いですね。何のためにそんなことをしたのかは分かりませんけど。このまま何事もなければいいのですが、なんとなくすっきりしませんね。そうですね。おっと、仕事仕事。さてと、俺も仕事仕事っと。はいはい、ではまたのご利用をお待ちしております。遊びに来たぞ。お前らかよ。どうせ悪さするんだろうが、帰れ帰れ。アオバうざい。うーざー。あんたは黙ってなさいよね、アオバ。こら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 、お前ら走るな。あ、もう待って、あんたたち早く捕まえなさいよ。ああわっ、お掃除お掃除リリあ、やだ、なんか壊れた。壊れた。壊れたじゃねえ、お前ら。うわ、アオバが怒った。怒った。短気な男は嫌われるわよ。うるさい、このこら、お前も。
うるさいうるさい、大人を怒らせると怖いんだぞ。ったく、いつもいつもいたずらばっかしやがって。ちょっとは反省しろ。ほんでとっとと家に帰れ。うっさい、黙れバカ。バカおば、あんたダサいのよいちいち。お前らな、いいから言うこと聞け。うわうわ、ああ、びっくりしました。マスター、無事で何よりです。え？マスターの声がしたので来ました。どうかしましたか？いや、多分人違いだと思うんですけど。人違い？俺、マスターとかいう人じゃないし。いえ、マスターはマスターですよ。だから違いますって。俺あんたのこと知らないし。そんなはずはありません。僕は昨日マスターをここへ運んだクリアです。クリア。昨日運んだ？もしかしてお前が俺にライムを仕掛けたのか？いいえ、それは僕ではありません。ですが僕はマスターがマスターだと思ったのでここへ運んできました。昨日マスターの声が聞こえました。破壊と死。え？なんでお前がその言葉。ガイッケ。マスター、なんだか昨日とは違いますね。どこが違うかというと説明が難しいのですが、強いて言うなら顔も声もだらしないように思います。ひげえし、離れよ。はい。再度お尋ねしますが、あなた本当にマスターですよね？だから違うって言ってんだろ。それはありません。おい。ああ。そんなマスター、やめてください。ああ、
やめてくださいマスター、これ以上はもう割れません。とにかく俺はマスターじゃないし、あと仕事あるから戻るんで。じゃ僕はどうすれば。帰れよ。わかりました。お前、手品師なのか？いえ、違います。先ほどもお伝えした通り、僕はクリアと言います。その手品師という方はどなたですか？いや、まあいいや、気にするな。ではまた。もう、なんだったんだ。店、戻ろう。お雑煮、お雑煮。はあ。ああ、青葉さん。ああ、久しぶり。水木さんに用っすか？うちに注文入ってたからさ、届けに来た。水木さん、今たまり場ですよ。そっか、じゃあそっち行ってみるわ。毎度あり、平凡宅急便です。ああ、頼んどいたやつか。サンキュー。わざわざありがとな。お前んところ店ってマイナーなパーツも扱ってるから頼りになるよ。店長に伝えとく。この後はもう帰るのか？なあ。お疲れ。今からは店へ戻るからさ、なんか飲んでけよ。じゃあ、お言葉に甘えて。なんか今日客少ない？そうだな。どうした？いや、ほら、昨日話しただろ、神隠し。ああ、あれのせいもあると思うんだよな、客減ってんの。え？みんな怖がって出歩かなくなってるとか？まだそこまでの影響は出てないだろうが、全体的に落ちてるっつか、空気がそんな感じ。なるほどね。あの後また情報が入ってな、本当か嘘かは全然わかんねえんだけど。
チーム拉致ってんの、やっぱりモルヒネだって話だ。そんなわけねえだろ。だってモルヒネは、モルヒネを見たってやつも出てきたらしいんだよ。どうせ注目浴びたいバカの出まかせだろ。そんなの信じるのか。だから本当か嘘かわかんねえって言っただろ。人から聞いただけだしな。とにかく今リブのチームはみんな襲撃を受ける恐れがあるってんで殺気立ってる。まあでもモルヒネだろうとなんだろうとうちには関係ねえけどな。敵じゃねえし。だな。そうだ、なんか飲むか。あっち行こうぜ。これ前からあった？ああ、それ。いや、俺が尊敬する堀氏からもらったんだ。かっこいいだろ。神の腕前っつって有名な人なんだけど、店持ったりとかしてなくてさ、知り合い捨てじゃないと掘ってもらえないんだよな。一元さんお断りってことか。そうそう、ちょっと前に偶然この店に来て、その時にもらったんだよ。なんかやっぱ普通じゃないオーラを感じる人だったな。そんなにすごいなら俺も一回見てみてえな。お前掘らねえんだろ。うん。じゃダメだ。どうしてもというなら100万円になります。高っ、ぼったくりだろ。もしもし。ああ、よかった、出た。あ、おばちゃん。はい。私よ、私、よしえよ。どうしたんですか？もうね、大変、大変なのよ。あのね、落ち着いて聞いてちょうだいね。はい。たえさんが。え、ばあちゃんが？